皆さんこんにちは。宇宙物理学教室の佐々木隆則と申します。最後は、今日の物理と宇宙という中の、宇宙にかなり寄った話をしようと思います。で本日の、話なんですけども、3本立てでお話をすることにしておりまして、まず最初はですね、今日の、テーマである系外惑星というものがどのようにして発見されてきたのか、でその歴史と、その発見の手法をちょっと紹介しまして、世紀の大発見と言ってもいいと思いますが、それがいかに成し遂げられてきたのかというその辺のドラマをちょっと話そうと思っております。で2つ目は、この系外惑星という分野において最も重要な成果を上げまくったケプラ宇宙望遠鏡という望遠鏡がありまして、その望遠鏡の紹介と、それがいかに衝撃的な成果を上げてきたかといったことを紹介します。なのでここまでが現状というような感じになります。最先端のところがこの辺になっていまして、で最後の3つ目で、夢のある話といいますか、今後の話で第二の地球の発見へ向けて今どういう状況にあって、これからどうなると我々は想定しているのかという、そういう将来についての希望を語って、最後ですね、ここにちょっと哲学的な問いも書いてますけども、そういうものに対して科学がどう答えるべきかといった、そういう話もちょっと最後にやろうと思っております。ということでまず、早速、系外惑星の発見とその観測手法というところをまず見ていきましょう。で太陽系外、惑星の発見ということでまず、いきますが、まず、ここに来られている方もうご存知かと思いますが、一応ですね、太陽系外惑星あるいは短めて系外惑星というものはどういうものかということを、ちょっと振り返っておきますと、まずですね、太陽系はもちろん、こちらにあるように我々の住むこの太陽系、太陽を中心にして惑星がこうその周りを回っていると。でこの3つ目の惑星地球に我々は今いると、こういうものですね。で太陽系外惑星というのは、その名の通りで太陽系の外にある惑星です。で、イメージとしてはこういうものでして、太陽ではない他の星の周りに惑星がいると、こういったものを太陽系外惑星あるいは系外惑星というふうに呼びます。でこの系外惑星なんですけれども、シンプルに考えるとですね、太陽の周りに惑星が回っているとならば、夜空に浮かぶですね、ほとんどの星は太陽と同じように自分で光り輝いているわけですから、その他の星の周りにも同じように惑星が回っていてもいいのではないかと、思うわけですね。で人類はそう思ってきました。そう思ってきっと他にも惑星系はあるであろうと。で、我々のこの太陽系と同じようにですね、惑星が回っていて、なんならそこにこう地球のようなものがあって生命が住むようなところもあるかもしれないと、そういう夢を抱きながらですね、こういった系外惑星というものを探そうという試みは結構古くから、例えば1950年代ぐらい、それぐらいから、行われてきました。ところがですね、今日一番最初に話すのはですね、太陽系外惑星が見つからないというところからお話をしていきます。で今述べた通り、人類は結構昔から系外惑星を探す試みをしてきたんですね。でしてきて、実は、もう1940年代、60年代ぐらいの頃にはですね、例えば白鳥座61番星の周りで惑星が発見されたとかですね、あるいはバーナード星という星の周りで2つの惑星があったとか、こういう報告がなされました。ですがこれらは後にきちんと詳細に調べると、観測のミスというか、間違いであったということが分かって、なかなかこの後も探すけども見つからないという時代が続きます。でただこの当時はですね、まだ実は、今から50年ほど前なわけですけども、当時の望遠鏡の精度を考えると、あってもですね、見つからないというのが正直なところだったので、しょうがないと。ですがそれからだんだんですね、やっぱこういう系外惑星探したいという思いが強まってきて、望遠鏡の精度も上がっていきますし、観測の方法論も確立されていきます。でそういう中で、世界でいくつかのグループが、その系外惑星一番乗りを目指してですね、一気に、系外惑星探査を始めました。ところがですね、これ見つからないんですね。で全然見つからなくてですね、1989年にはですね、当時、そういう観測を引っ張っていたアメリカのチームが、自分たちはこれだけのものを揃えて、で理論的にもこうやって見つかるはずなんだけども、探しても探してもないと、惑星は見つからなかったという報告をします。で93年には別の、例えばニュージーランドのチームなんかも探しても探しても見つからないと。で彼らは5年10年ぐらい探してですね、理論的にはもう見つかってもいいと、でそういう望遠鏡も我々は持っているという時代になったにもかかわらず見つかりません。
でいよいよですね、雲行きが怪しくなってきて、90年代ぐらいにはですね、もしかしたら惑星はないのかもしれないと、他には太陽系以外にはないのかもしれないというふうな感じになってきます。でそういう中、これらのチームがですね、それまでの研究成果をまとめまして、1995年の2月にはですね、なんと太陽系は特殊で奇跡的な惑星系であるという報告もなされてしまいます。で挙句、1995年の8月にはですね、まあ、これらの一連の、系外惑星探しに終止符を打つべくですね、太陽系以外に惑星は存在せずという、そういう、衝撃的な報告がなされるに至りました。でこれは考えてみると非常に大変なことでした。なぜかというと、天文学という学問はですね、我々人類あるいはこの地球というものが特殊ではないということを証明してきた学問でした。で振り返ってみると、昔々人類は、天動説、つまり地球は真ん中にあって天が動いていると信じてましたね。でもそれは、ガリレオだとか、ケプラーだとかニュートンだとか、さまざまな研究者によって覆されて、今では地動説、つまり太陽の周りを回っているというのが、もちろん常識になっております。つまり地球は特別ではないということを示しました。でさらに太陽というような星というのも宇宙にはいっぱいあると。で我々そういう太陽というのは銀河の中に1個なんですけども、その銀河そのものも宇宙には無数にあるということが分かって、どん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 我々自身を相対化してきた、つまり我々は特殊ではないし奇跡的な存在ではないということを証明してきたのが天文学あるいは宇宙物理学だったのにですね、95年に至ってですね、ついに我々は特殊であるというような、そういう結論に至るという、非常に衝撃的なことが、この二十数年前に起こったわけです。ところがですね、このわずか2ヶ月後に人類は史上初の系外惑星を発見することになります。でこれ発見したのは、ミシェル・マイオールさんとディディア・ケローさんという、2人を中心としたスイスの観測チームでした。で彼らはペガサス座51番星という星の周りで、ホットジュピターというニックネームがつきましたが、そういう惑星を発見したと。でこれどういう惑星だったかというと、これ文字通りですね、ホット、熱い灼熱のジュピター木星ですね。これイメージ図なんですけど、要するに真ん中の星というのはこのペガサス座51番星という星のすぐそば、すごく熱いところすぐそばに木星のような大きなガス惑星が回っているというのを発見します。でこれが人類史上初の発見でした。でですね、なんでこんなことが起きたのか、ここは実は結構面白いドラマがあるので少しここで紹介しようと思います。まずそれまで、アメリカ、ニュージーランド、カナダといったような大型望遠鏡を持って、で観測チームも大きな観測チームを持ったグループが5年10年かけてずっと探したのに一個も発見できなかったと。でもう惑星ないとまで言い切ったぐらいの状況の中で、この観測チームはもうマイナーもマイナーで、ほとんど誰も知らないと言ってもいいぐらいの、そういうマイナーチームが突然一番乗りを果たすわけです。でここに、サイエンスにおけるその発見というものの面白さがいくつか詰まってます。でまず一つ、なぜ彼らが一番乗りを果たしたか。まず一番目がですね、これちょっと嘘のような話というか、なんか変な話ですけど、彼らはものすごくラッキーだったというのがまず一個ありました。どれぐらいラッキーだったかというと、後からですね、彼らの当時の技術を持って、でランダムに惑星探そうとしたときに、惑星が見つかる確率どれぐらいかっていうと、だいたい 5% ぐらいだっていうのが、後から分かります。つまり、20回ぐらいですね、惑星探す試みをやれば1回ぐらい見つかるかもしれないというときにですね、彼らはなんとこのペガサス座51番星一発で引き当ててます。なんか世界中で系外惑星探しが流行ってるからやってみようよって言って、とりあえずどれ見ようかなって言って1個目に見たのがこれだったらしくて、まずそこで 5% を一発で引き当てるという運があったということ。でももちろんサイエンスは運だけではありませんから、彼らがなぜ一番乗りを果たしたかっていうと、もう一個重要なことがありまして、それはこの2人、なんとですね、惑星の専門家ではありませんでした。もともと何の専門家だったかというと、連星といって星と星が2つ、双子のように回っている星、それの専門家でした。だからずっとそれ、昔というか、この発見するまではそういう連星を観測したりしてたんですね。ところが世の中なんか系外惑星流行ってるし、同じような手法で見つかるんだからやってみようよって言ってやったところ発見したと。でなんで、専門が違ったら発見できたのかっていうと、それがこのホットジュピターというところに実は原因がありまして、太陽系はですね、思い返してみると、太陽系って真ん中に太陽があって、で小さい地球型惑星水金地下が回っていて、だいぶ遠くを木星のようなガス惑星回ってるんですね。で当時と
系外惑星探しをしてたグループもそういうもんだと思ってました。つまりガス惑星は遠くに真ん中の星から離れたところにあるものだと。でこれはですね、理由はあってですね、実は太陽系がどうやってできるのかっていう学問があるんですが、それに従うならば木星のような惑星は遠くにしかできなかったんです。だから遠くにいるはずだと思って探してたんです。でもこの人たちはそもそも惑星の専門じゃないからそんなこと気にしないと。で大体連星なんて星同じようなものがぐるぐるお互い回ってるようなのばっか見てるから、なんか星のすぐそばにやったら大きなの回ってて、でも星にしてはちっちゃいから惑星なんじゃないのみたいなことを言って、いきなり一発で引き当てるわけですね。だから大事なのはサイエンスの世界で発見というのを成し遂げるためには運もなきゃいけないんですけど、常識に縛られてはいけないということで、常識に縛られない人間が突然どっからか現れてですね、一番乗りをかっさらってしまうものであると、まあ、そういったことがまあこの発見の時にはドラマとしていろいろありました。で発見物でもう一個面白いのは何かというと、それまでですね、探しまくって探しまくって一個も見つからないと、でないとまで言ってたのですね、一個見つかると0から1は大変なのに1から10、100は簡単なんです。でこれが、系外惑星が続々と見つかってますというグラフです。ここにですね、95年ほとんど見えませんけど、ここに1個あるんですね。それを皮切りにまあバーッと見つかっていって、でもう、その10年後ぐらいにはもう年間、100個ぐらい見つかるような時代になってきて、で今では年間もう、1000個とかですね、そういう時代にあっという間に入りました。でここでね、ちょっとまあ、小さいのであれなんですけど、見てほしいのは95年に1個見つかった次の年、ちょっとなんかポコって膨らんでますね。だから95年までないって言ってたのに、1年後にはですね、いきなりここでですね、複数6個とか7個とか見つかるんです。なんでこんなことが起きたのかっていうと、先ほど95年の、8月とかに、惑星はないって言い切ったですね、アメリカとかカナダのチームがですね、そうかと、そんな変な惑星もあるんだと思って、もう一回自分たちのデータ見返したんですね。そしたらボロボロいたんです。わかりますね。つまり彼らはもうすでにデータ持ってたんですね。ところが常識に縛られてしまっていたがために、要するに太陽系と同じような惑星しか存在しないと思い込んでしまっていたがために、そこに惑星が隠れていることを知らなかった。これもまあ発見で面白いところですよね。つまり視点を変えるだけでガラッとそのデータが見え方が変わって、一気に世界が変わってしまうと。でその後はですね、もう惑星があると分かったら、あとはみんなですね、惑星あるならちょっと面白いじゃんってなって、お金もつくし人も来るしということで、どん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 業界が盛り上がっていって、今ではこういう状況になっております。で、まあ、現在でまあもう4000個ぐらいの系外惑星が確認されてまして、で実は確認されてなくて、でも多分系外惑星でしょうと、これからちゃんと確定待ちですみたいなのも含めると、まあ、ざっと1万個近くはもうすでに見つかっております。ということで、あっという間にまあこの発見からこういう時代まで、まあ、20年間の間にまあ突き進んできたのが、まあこの系外惑星の学問分野となります。